皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はい、ちゅうことでね、今日はね、ベースジャバーをこすります。俺こすった気するんだけど、こすってないよね。多分こすってはないとは思うんだけど、うん、2週目だったらごめんね。うん、ちょっと目についたんでね。うん、あとね、ちょっとタミヤさんのキットとちょっと比較してなっちゅうのもあって、はい、ベースジャバーにしました。はい、なんでかっていうと、このベースジャバー、うん、まあ皆さん知ってると思うけど、本体は入ってないんですよね。うん、ジェスタとかジェスタキャノンは入ってなくて、純粋にこの土台っていうか、まあ連邦版土台みたいな、うん、グフが乗ってることでおなじみの土台ですね。うん、フライユニット、うん、まあこれだけしか入ってないんだけど、これ2個出てるよね。これね、1000円のやつとこの1200円のやつ。これ1200円の方なんだけど、1000円のもあるんだけど、どこが違うかちょっとわからないんだけど、うん、まあ見っけたら買うけどさ、まあこんな感じで時間をね、乗っけれるっていう感じでね。うん、で時間いますけど、これはモデルスーツ形態のね、その MS 形態というか、この人型のばっかね、みんな買ってると思うんだけど、なんだろうね、普段谷川さんのキット買わない人はね、ちょっと買ってみるといい。うん、タミヤさんのキット買う前に、この辺ちょっと入門になるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、なんせ中はこんなんだから、あ、これ、取説ね。うん。タミヤさんのね、ミリタリーミニチュアキットに、ちょっとだけ近い、テイストを味わえますよ、ガンプラで。うん。まあ、こいつらも乗せれば、入るんだろうけど。これね。そう、まあ、次回も2個買えねえよって話だよ。うん。まあ作りは非常に簡単。こんなほんとモナカみたいなね。うん。感じで。作りは簡単なんだけど、結構なんだろうな、侮れないなと思って。うん。これ、1200円ってかなり安いぞ。まあ、モールドはね、タミヤさんと比べれば、今でもないけど、まあ見せるけど後で。うん。でも、1200円でこれを出せるってすげえことなんだよ。1200円だからね。1200円。うん、まあバンダイさんなりにモールドは入ってます。よく見てね。あ、それタミヤさんの店から。これ1200円の、まあちょっとですね、1000円のね、1回だけ見たことあるんで売ってるの。うん、今ちょっとグフ作ってるけど、グフの後にこれにしようかな。ベースジャバーにしようかな。ちょっとジアンをさ、ちょっと乗っけなくてさ。うん。ジェスタとジェスタキャノンも買っときゃよかったな。うん、で、まあ、ジアン今後変えることがあったらね、ジェネラルレベル艦隊の色にしようかな。ダークイエローのね。普通に塗っちゃったけど。でね、タミヤさんのキットで、3号戦車とね、48戦車、うん、3号と48があって、まあ、3号の方がまあ高い。基本的にまあ、4、5000円しちゃうんだけど、48はね、高くても2300円とか。うん。なんで入門用には48戦車をお勧めします。安いから。うん、ほんと2300円だよ、高くても。うん。ほんとに3号はね、高いから5000円、6000円とかもいっちゃう場合があるから、48は高くても2300円とか。ですね、これは2200円、ヨドバシさんで税込み2170円。はい、でまあこれタミヤさんのベースジャバーはこれまあ1200円で、これ2200円なんだけど、すごいよ。うん、これちなみに今現在タミヤさんの48戦車の最高傑作だから、ガチで。でこの前も言ったけど、パーツの一体化を結構進めてるんですよね。この辺とかも多分前だったら細かいパーツ、別パーツだったと思うんだけど、うん。あと履帯もね、見えない部分はないんですよ、実は。これ、今回。見えなくなる部分も作るのがタミヤさんとかだったんだけど、見えなくなる部分のパーツないです、今回。で、価格も抑えて、作る手間も省けるっていう。見てこれ。すごくね。やばいよね。この切れのある
何造形というかシャープさ、シャープかつキレがある、これすごくない？タミヤのキットは世界一だからね。見てこのほら布の表現、布の表現、これ布の表現、これ布やばくない？ビニールか、布ってビニールの部分ね、うん、泥が跳ねないようにするこのビニールの部分やばいっしょ。うん、この前に俺は紹介したさ、ライトニングとかさ、まあ、あれ8000いくら、8800円かな、うん、定価で手が出ないって人は、このね、48戦車の101番、うん、48の101番の、イギリス主力戦車、チャレンジャー2、イラク戦仕様、これをお勧めします。これで、まあ、ヨドバシさんだから言えば2170円で2200円切るんで、これで、世界一の、世界一の精度と、あと、キレとシャープさを誇る、世界一のね、タミヤさんのキットを堪能できます。うん。2200円未満で、世界一のね、世界一の造形、うん。なんだろう、シャープさ、うん、キレ、うん、世界一のシャープさとキレを持ってるから、タミヤさんは。でもやっぱ高いからさ、何 ?3 号戦車とかさ、48の戦闘機とか高いから、この、48戦車の、この、最新キットでも、最新じゃねえな。でもこれがね、多分今現在、タミヤさんが出してる48戦車の最高傑作だと思うよ。当分出ないんじゃない？これ怖いの。うん。これで味わえるから、タミヤさん、俺はよくしょっちゅう言ってタミヤさんは世界一っていう。うん。精度、世界一の精度、世界一のキレ、世界一のシャープさを持った造形をね、出せるっていう。うん。しかも低価格で。うん。48戦車ね、俺安すぎるんじゃねえかと思ってんね、むしろ俺。ぶっちゃけ。安すぎんじゃねえかと思って、まあ、3号が高いからあれなんだけど、3号戦車が高いからあれなんだけど、逆に48はね、安すぎるんじゃねえかと思ってるんだよね、これ。これ。まあ、感覚がバグってるかもしんないけど、まあ、ガンパルで言ったら高い方なんだけどさ、2200円だからこれ。うん。これこれで世界一の、世界一のね、48分の1シリーズの、戦車を堪能できます。はい。本当に見てほしい。うん、キレのある、本当シャープな造形。うん。世界一、世界一だからね。世界一の精度を堪能してほしい。はい。これね、おすすめします。はい。実力は、ジェスタじゃねえや、ベースジャーはどうでもよくなってたけど。はい。そんな感じでね。動画のグズグズ進めてるんで。はい。ちゃんとやってますよ。うん。うわ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 。粉だらけ。これもう全然これ、なかなか終わんねえ。うん、昔のキットつってもやっぱシャープだよね、バンダイさん。さすがにほら、これね。うん。これこっちは消せなくて持っちゃったまたパテ。うん、やり直しですね。はい。もうサフチェック前から、サフチェックする前からダメって分かってるからね、これ。うん。で、頭だけはもう終わったかな、これ。もう頭だけはこんにいいかなと思ってんだけど。うん。ちょっとサフかないとわかんないけど。うん。角好きだからちょっと袋に入れてます。保護してるけど、折れちゃうから。うん。タコ中。これ。やっぱね、なんか、興奮するわ、この、やっぱ、旧キットの100分の1。やっぱね、すごいなんかね、プラモを作ってる感がありますよ、これ。うん。ちょっと早く塗ってみたいけどね。うん。どうするか、塗装をどうするかで今迷ってんだよね。うん。水性でいってみようかな。水性塗料で。実はね、水性塗料がアップデートされたじゃないですか。ちょっと前に。で、ラッカーとほぼほぼ変わらない性能みたいなこと言ってたから、まあ、うまくないと思うんだけど、水性塗料がっつり買っちゃったんですよ、俺。試したくて。なんで、普通に塗ってもつまんねえから、グフはね、ギャンカラーにしようかなと思って。マクベ専用グフみたいな感じで。うん。インディーブルーとスミレ色。うん。で、水性塗料で100分の1グフ塗ってみようかなーなんて思ってます。まあ、水性でやんないかもしんないけど、だから失敗がちょっと怖いから、キューキットってクソ時間かかるんだよね。
HD みたいにスパッとできねえから、時間かけて失敗したら嫌だから、この100分の1グフは、普通にラッカーで塗って、で、この144のグフを、ちょっと水性塗料で塗ろうかなーって、ちょっとぼんやり考えてます。あと、この、ドライ YS を買った人の特典なんだけど、グフのね、股関節をね、改良できるんですよ。グフの股関節ってどうで動かないじゃないですか、これ。ここね。これ、ハの字に開かないんだけど、土台ワイルスを買った人はね、このボーナスパーツがつくんですよ。股関節をね、動かせるんですよ、これで。足をね、ちょっとこうやって動かせる。こうやってね。うん。だこのパーツ使うと足をね、足を塗ってから多分入れれると思うんだよね、これ。これがあれば。動くから、こうやってほら、ヘロジになってたりするんじゃん。で、これなくしそうだから、なくす前にも作っちゃおうかなと思ってんだよね。これ、せっかく土台ワイヤー使ってさ、入ってたんだから、うん。まあ、このパーツでこれ、これを使わずに、これを使わずにね、この可動式のこっちを使おうかなっていう感じですね。なくす前に使おうかなっていう感じ。な感じで、もしかしたら100グフを作った後に144グフに移行するかもしれないですね。ただベースジャバーも作りですね。どうしようかな。はい。そうね、ベースジャバーちょっとね、作んねえとな、これもな。うん、せっかくジム作ったのに、ジムじゃねえよ、ジュガン作ったのに。うん。こうやってね、乗っけられますからね。うん。ジュガンも再販来ねえなぁ。あ、ね、これちょっと4機ぐらい並べたいよね。これ144、かなりできいからね。うん、おすすめしますよ、これ。見つけたら買ってみて、これ。ね、はい。そんな感じで。プラクシスですかね、はい。